皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。テクノスジャパンより1993年8月6日にスーパーファミコン用ソフトとして発売されたドッジボールゲーム。派手な必殺技とコミカルなキャラクターで人気を博したスポーツゲーム、熱血高校ドッジボールべの続編。前作よりもより多彩なアクション、フィールドが用意されています。好きな選手を10人選んで、自分だけのオリジナルのチームを作れる。また、必殺技を合成してオリジナルの必殺技を作ることも可能となっている。ストーリーモードは、まず白ニオの永遠のライバル、力のチームが、相手。勝利すると世界各地を、転戦。中国、ソ連、アメリカといった様々な国の、屈強な男たちがクニオの、行く手を阻みます。チームの結成。最初にメインモードの勝ち抜きで使用するチームを作成する。あらかじめ登録されている国をおはじめとする無所属の選手20名から1チーム10人編成、うちの4人外野3人補欠3人のチームを結成し、チーム名をつける。以後はこのチームを使用して世界最強を目指すこととなる。初期メンバーにはおなじみの力や五代、ダブルドラゴン兄弟、山田、といった面々だけでなく、小林、望月、園川、吉野、東堂、など、いわゆるダウンタウンキャラが、登録されている。最大3チームまで結成可能だが、最初は無所属選手に、住民の空きがある。ショップで、選手作成、を、買って使ったり、選手引き抜き、等で相手チームから選手を、引き抜いた際に自動で登録されるものとなっている。選手の成長。選手たちは最初はレベルが低いが、試合に出して勝つことでレベルが上昇し、ステータスが上がっていく。パラメーターは FC 版、ドッジボール、に、機械が、同シリーズの、時代劇、と、同様に成長率の割り振りを変更することができる。重要度の低いパラメーターの成長を止めて重点的に上げたいパラメーターを伸ばすことが可能。FC 版ではダッシュシュートとダッシュジャンプシュートで別々の必殺シュートが出ていたが、本作ではこの概念が撤廃され、必殺シュートの出し方をカスタマイズすることができるようになった。出すまでに必要な部数、タイミングに加え、アクションの種類、ダッシュ、ダッシュジャンプ、ハイジャンプ、ロングジャンプ等までを自由に決めることが可能。はじめは一つしか必殺シュートを覚えられないが、選手のレベルが上がるにつれて覚えられる数が増えていく。対戦チームの増加とステージの仕掛け。対戦チームも増加し、FC 版からは熱血高校と花園高校が登場しなくなったが、それ以外のチームは軒並みに登場。さらに、ドイツやフランスをはじめとする2チームが多数追加されている。それぞれのチームのステージには様々な仕掛けが用意されており、非常に個性的。ステージによっては選手が雷で撃たれたり、コート全体が雪崩に巻き込まれたりすることはあるが一切ノーダメージ。ボールが当たるよりはるかに痛いはずだが、
設定により仕掛けを一切オフにしたりヒント、強弱を変更することも可能。時代劇と同様に非常に細かいコンフィグが用意されている。仕掛けによってボールや選手が画面外に押し出された場合、一定時間後にランダムな位置へ上空から降ってくる。顔グラフィックの追加。FC 版ではタイプ別に顔グラフィックが決まっていたが、本作ではほぼ全ての選手がそれぞれ固有の顔を持つようになった。FC 版に登場していたキャプテンの顔はそれぞれ、モルドフ、ロシア、ヘールマン、アイスランド、ラオチェン、中国に当てられ、それ以外のキャプテンと選手は FC 版と違う顔に変更された。脱落時の天使のグラフィックにも、選手の顔が反映されるようになった。必殺シュートの大量追加。FC 版における数々のシュートに加え、ぶつけたボールが戻ってくる、リターンシュート、ボールの周囲の選手を、突き飛ばす、爆風シュート、味方にもダメージが入る、諸刃のシュート、といった個性的なシュートが、多数追加された。また、シュート合成、というアイテムを、使うことによって、2つのシュートを合成して、それぞれの特性を引き継いだ新たな必殺シュートを、作ることが可能となった。例として、敵チーム全てを攻撃する、全員シュート、と、命中時にシューターの、手元までボールが戻ってくる、リターンシュート、を組み合わせると、敵全てを攻撃した後、ボールがシューターの手元まで、戻ってくる、必殺シュートとなる。合成時には比率、50、50、25、75、75、20をランダムを決めるが、同じシュートを同じ比率で合成しても出来上がるのは全く違うものになることすらあり、無限に近い数の必殺シュートが存在することになる。出来上がったシュートには名前を付けることができ、誰かに覚えさせることもできるが、実際に投げるまではどんなシュートなのかは全くわからない。思い通りのシュートになる時もあれば、全くのカスシュートになることすらある。合成で作成したシュートもまた合成に使うことが可能。繰り返すことでキャッチしづらい究極のシュートを作ったり、ネタに走ったシュートなど自分だけの必殺シュートを作ることもできる。アクションの大量追加。SFC になってボタン数が増加した結果、大量にアクションが追加された。ダッシュ中にさらにダッシュすることで、勢いよく進行方向へ向かって、飛ぶ、ロングジャンプ、や、微量のダメージを受けるが、シュートを高確率でバレーボールのように、弾く、ブロック、弾いたボールをスパイクのように、打つ、アタック、といった動作が、ボタンの組み合わせで行える。攻撃時以外にも選手同士を、トーテムポールのように連ねる、トップマン、や、選手同士を横に連ねる、サイドマン、といった合体が、可能。ターゲットを逸らしたり、ボールの代わりに選手を投げるので、奇襲にも使える。攻撃、防御以外にもパスを、する相手、狙う相手をボタン一つで、変更できるようになったため、より自分の思い通りの試合運びが、できるようになっている。アクションの自由度も上がり、相手のコートに行った際も、ボールを自動で落とすまでは操作を、することが可能。ロングジャンプで強引にコートに、行ってボールを奪った後、落とすまでにシュートを打って、逃げることもできる。外野もダッシュやロングジャンプが、可能なため、暇あらばコート内に飛び込んで、ボールを奪ったり、必殺シュートを放つことも、できる。ショップ要素と2チーム結成。試合前にショップにいることが、でき、必殺シュート、や、装備アイテム、に、加え、選手作成、選手引き抜き、といったチーム編成用の、アイテムを購入できる。お金は口述の、勝ち抜き、で、得ることができ、試合で稼いだお金でチームの、強化を図ったり、他チームの選手を引き抜いたり、新たな選手の募集を、かけることでも所属の選手を、作ることが可能。チームのメンバーはいつでも無所属のメンバーと入れ替えることができるほか、無所属の選手を10人揃えることで、3つ目のチームも結成できるようになる。自チームの選手の名前と顔は変更が可能なので、いつでもオリジナルのチームに作り替えることができる。フォーメーションとマル秘作戦。フォーメーションとして、試合開始時の選手の位置を細かく決めることができるようになった。開始直後にボールを奪うために、全員を前方に置いておくといったことが、可能。
フォーメーションは10個まで、登録可能。出場選手を決める際に、相手チームに合わせて変更することが、できる。マル秘作戦として、試合中に特定の操作を、した際に、登録しておいた動作を選手に、一斉に実行させることが、できる。これを使うことで、相手コートに飛び込む、全員を集めて合体させるといった指示を、出すことができる。コンフィグの充実。試合前にゲームの設定を、変更することが可能。上述のステージの仕掛けの、設定に加え、ゲームバランスを調整することが、できる。設定項目は、時代劇、に、似ており、互いのチームの強さのバランスに、加え、重力や必殺シュートの、質やすさ等を補足設定できる。相手チームを、ジョヨワ、にすることで、強豪チームでもほぼ一撃で、倒すことができたり、歯応えを求めて、ちょ強、にするといったことも、可能。対戦プレイの際のハンディキャップにも、使える。のチームと戦え、世界一を目指すのが目的だが、FC 版と異なり、戦うチームの順番は固定されておらず、好きなチームと対戦することが、可能。すべてのチームから1勝することで、優勝となり、エンディングを迎える。初めて戦うチームを選んだ場合、そのチームのコートが対戦ステージとして、追加され、他のモードでも選択できるようになる。試合を行うことで賞金を得ることができる。当然、勝った方が多くの賞金をもらえるが、一度もダメージを受けずに完勝すると、パーフェクトゲームになり、より多くの賞金をもらうことが、できる。試合を繰り返すことにより、選手のレベルを上げつつ、ショップでアイテムを買ってチームの、強化を図り、次のチームへ挑んでいくのが、基本の流れとなる。もちろん稼ぎ目的で、同じチームに何度挑んでも、良い。優勝を果たすと、最後の試合の後、記念撮影が行われる。この際もボタンを押すことで、胴上げされているキャプテンの、ポーズを変更し、任意のタイミングで撮影することが、可能。かっこいい胴上げにするか間抜けな胴上げにするかは、プレイヤーに委ねられている。撮影された写真は優勝した日付を、つけて、アルバム、ビル、で見ることが、できる。条件を満たすことで各種チームが、対戦相手として出現する。テクノスジャパンのスタッフチーム、テクノス、各国のキャプテンで編成された、オールスターズ、各国よりランダム選出された選手が、なぜかパンツをかぶった、かぶり物グロス、FC 版にも登場したプレイヤーの、コピーチーム、謎の軍団、が、登場する。ドッジボール、対戦。対戦用のモード。FC 版における、対抗試合、にあたる。世界各国のチームを選べるほか、プレイヤーが結成した3チームも、対象にいるので育成したチーム同士でも、対戦ができる。対戦条件も追加され、一番の選手を倒すと、勝ち、といったものや、実際のドッジボールのように、全員ヒットすると勝ち、という対戦用の、ルールを用いることもできるほか、制限時間もつけることが、可能。めちゃぶつけ、対戦。対戦用のモード。FC 版における、クラブ活動、にあたる。ただし、クラブ活動、では1チームの、中で選手一人一人が、独立してのバトルロイヤルだったのに、対し、こちらはチーム対チームの対戦になるので、ラインのない対戦に近い。チームそれぞれで対戦人数を、変えることができ、1対4といった変則的な組み合わせで、戦うことも可能。評価点。育成の楽しさ。オリジナルチームを結成できることに、加え、
選手のパラメーターの成長も自由に決めることができ、何よりもシュート合成によるオリジナル必殺シュートの生成が非常に楽しい。自分だけのシュートを作った後はシュートの出し方にまでこだわれるので、選手に愛着が湧きやすい。ステージの仕掛けの多彩さ、必殺シュートが思わぬ形で潰されたり、霧で画面が見えない間に不意打ちをかけるといった、何が起こるのかわからないシリーズ独特のはちゃめちゃぶりがよく現れており、試合が盛り上がる。コンフィグでやりすぎな設定にすると、次々に仕掛けが発動して全く試合にならないほどにもできるが、それぐらい選択の幅が用意されている。発生する頻度の種類を混ぜることができるのも秀逸。たまに強烈な仕掛けが発生するといったこともできる。もちろん全てなしにすることも可能。アイスランドの滑りやすさ、宇宙の上面コート、トートコートそのものは変化しないため、完全に没個性となるわけではない。BGM の質の高さ、 FC 版から続投したチームのうち、アメリカ、イギリス、日本、はステージの BGM が変更されているが、それ以外のチームは FC 版のステージ BGM がアレンジされて使用されている。 FC 版で人気の高い大ソ連チームのテーマもそのまま SFC の音源で豪華にアレンジされており、 FC 版ではややゆったりしていたインドやアフリカ、ケニアの BGM もアップテンポ調にアレンジされ、より対戦 BGM としての質が高まっている。変更されたチームの BGM の質も高く、中でも日本チームの BGM はかなりの人気を誇る。新たに追加されたチームの BGM も既存のチームに負けないほどしっかりとその国のイメージが盛り込まれたものとなり、拡張高さを感じさせる。ドイツや優雅なフランス、サンバ調のブラジルといったイメージが浮かび上がり、かつ対戦 BGM としてのクオリティも非常に高い。アクションの増加による自由度の高さ、あえてブロックに徹底することでギニバレーボールができたり、ボタンの組み合わせによって相手のシュートを変なポーズで避けたりと、アクションの幅が広まった。ロングジャンプの追加やオーバーライン時の挙動の変更により、相手コートに入りつつ攻撃ができるようになったため、コートのどこにいても油断ができない状況になり、戦略性も高まった。またわざわざ味方に近づかなくともパスを渡したい相手をボタン一つで選べるようになったのも嬉しい変更点。チームの個性、ボールを取ると相変わらずキャプテンのモルドフにパスを回すロシア、ブロックを多用するフランス、やたらと整列したがるので貫通シュートの餌食になりやすいドイツといった国ごとの個性付けがしっかり行われている。敵専用のアクションとして尻を叩いて挑発するものもあり、インドチームとテクノスチームが多用する。前者は無の境地に達していて何をするかわからないという位置づけなはずだが、マルチプレイの楽しさ、すべてのモードを最大4人までで遊ぶことが可能になった。同じチームのうちの4人をそれぞれのプレイヤーが担当したり、1対3や2対2で対戦したりと、選択の幅は大きい。ドッジボール、勝ち抜きで友達や兄弟と一緒にチームを育成できるという楽しみ方もできる。プレイヤー同士の腕に差がある場合でも、対戦条件や設定変更でいくらでもハンディを加えることができるので盛り上がりやすい。問題点、バグ、細かいものから致命的なものに至るまでバグが多い。ドッジボール、対戦で対戦条件を設定した後に対戦せずにドッジボール勝ち抜きに戻ると、対戦条件がリセットされずに反映されてしまう。
そのせいで試合時間を10秒に設定していた場合、相手がどんな強豪チームでも10秒待つだけで勝ってしまうという現象が発生する。当然バランスも減ったくれもないので、多用すると一気にゲームがつまらなくなってしまう。対戦チームのステージを選ぶ際に、そのステージが地球のどこにあるかを示すマーカーが現れるが、チーム順に登場させないとめちゃくちゃな位置になってしまう。例えばゲーム内のチーム順では日本、イギリスとなっているが、最初にイギリスを対戦相手にするとイギリスの位置が日本になってしまう。進行に害はないものの、人によっては気になるところである。ちなみに日本よりもイギリスの方がレベルが低いため、イギリスを最初の対戦相手にすることはよくある。必殺シュートによってはボールに選手がひっついたままになってしまい、試合が終わらなくなるといった致命的なものもある。必殺マスターというシュートをブルカステル化をしてしまうと、ドーグランがバグってアイテムで埋まってしまい、以後まともに使用できなくなってしまう。まずいごとに当時の裏技、本当でこれが資金増殖の裏技として紹介されてしまったために、被害が広がる羽目になってしまった。当時テクノスに連絡をすると、ラムクリアという名前の選手を作成し、所定の操作を挟むことでセーブデータを初期化する方法を教えてもらえた。これを利用する場合は当然データを諦めなくてはならないが、大量に出現するボールパワー UP を捨て続ければ時間はかかるが直すことができる。ゲームバランスと操作の複雑化、対戦の禁じ手として人投げダメージをありにした状態でひたすら合体を繰り返して選手を投げつけると、人投げダメージで相手が死んでしまい、どんなチームが相手でも勝ててしまう。ボールではないのでキャッチも避けも通用しないという点が悪質さに磨きをかけている。デフォルトではダメージなしだがありに設定できてしまうのも問題。人投げの方がシュートより優先されるため、やりすぎるとボールを一切投げずに試合が終わり、もはやドッジボールではなくなる。難易度を自分で設定することが可能なため、相手チームをちょ弱にするとあまりにも歯応えがなく優勝することも可能。普通にクリアした時と同様にアルバムに残せる。ショップには各種のステータス UP、装備ではなく数値を直接上げるものが30円で売られていたり、レベルも含めて全てのパラメーターを最大にするステータスマックスが9980円という安値で売られているため、これらに頼ると育成が形骸化する。チームが成長するという仕様上、強くなりすぎたチームは既存のチームとの格差が激しく対戦には向かない。ボタン操作も複雑になり、 LY、フェイント、ブロック、AX ウェイ、マル秘作戦1発動といった複合操作が大量に増えたために覚えづらく、敷居が高くなってしまった。避ける動作一つとってもボタンの組み合わせで6種類も存在する。使いこなせれば戦略の幅は広がるものの、 SFC 版のドッジはごちゃごちゃしすぎて好きではないという声も聞かれる。演出の劣化、 FC 版に比べて全体的に効果音が軽くなってしまった。敵は悪くないものの、シュート時の音や必殺音などの迫力が損なわれてしまっている。キャラが脱落する際もズーンと死んでいた FC 版に比べ、ブモッいった味気ない音なので爽快感がない。 FC 版で印象的だった必殺シュートを食らった選手が世界を一周する演出もなくなってしまい、圧縮シュートがただの地味なシュートになってしまった。本作は必殺シュートのダメージで世界一周するかどうかが決まり、レベルを上げてダメージが上がれば世界一周する。キャラクターの扱い、本作での国を破最初に登録されているデータという扱い、しかも1000倍特許と言えるナッツシュートを持っていない。そのため名前や顔を変更できるし、先週離婚で売ってしまうことも
可能。ウルト二度とゲームに登場しない。ご丁寧にタイトル画面の表記も、最後にプレイしたチームのキャプテン名、くんのドッジボールだよ全員集合になってしまう。その気になれば、山田くんのドッジボールだよ全員集合や、東堂くんのドッジボールだよ全員集合のような熱気の物語や時代劇での彼らの野望を実現することも可能。2チーム結成時のデフォルト名こそ熱血だが、熱血高校の選手が国を以外にいないという寂しいものになっている。花園、力、吉野、や、白鷹、西村、沢口、ですら2人いるのに、逆にレイミネ学園の選手が、約半数、山田、東堂、雄一、雄二、鬼塚、小林、木下、望月、平、と、20人中9人。残りは各校から1、2人、を、占めるので、実質、レイミネ学園ドッジボール部、である。FC 版のドッジボール部員も登録されておらず、愛着がある人には辛い仕様となっている。さらにガオグラフィックの都合上、新一や三弘といった選手は顔がないため、再現することもできない。サッカー編における浩司と広志の顔はある。 CPU は選手のオーダーを決める際にリストの上から順にしか選ばないので、リストの下の方に登録されている選手はプレイヤーが意図的に引き抜いたり順番を変えたりしない限りは永遠の補欠になってしまう。せっかく登録されているのにもったいない。各国のアルゴリズムは秀逸だが、選手自体の個性は薄れてしまった。本作では各国のキャプテンの必殺シュートはイギリスのジェームスを除き、ナッツシュート、圧縮シュート、貫通シュート、串刺しシュートで構成されている。FC 版で強烈な印象を放っていた、ニジョモのブーメランシュートや、ヘイルマンのワープシュート等はなくなり、特別に印象に残る選手は少なくなった。インドチームから、ムハマドがいなくなったほか、ヘイルマン率いるアイスランドチームの体力が全体的に激減しているなど、パラメーターの面でも特徴が薄れてしまったチームもある。インドはキャラでなくステージにダメージを半減させる効果があり、インドで戦えばインド人はちゃんと硬い。総評。本作を一言で表せば、熱血高校ドッジボール部に時代劇のシステムを組み込んで、登場チームやステージをパワーアップさせた作品である。ゲーム内の登場人物やゲームバランスに至るまで全てがプレイヤーの手に委ねられているので、自分で遊びやすいようにカスタマイズすることができ、こだわればこだわるほど楽しめる作品である。操作の敷居が高くなり、致命的なバグなどの問題点もあるものの、はちゃめちゃな仕掛けに溢れたステージ、様々な表情を見せるキャラクター、クニオくんらしさに溢れた熱い BGM 等は間違いなく熱気ドッジの集大成とも呼べる作品であり、当時のテクノスの真骨頂を感じさせる。その後、公約本はクニオくん百科テクノスジャパン公認のタイトルで出版された。本作同様、FC 版のリメイク作品として、DS で、超熱血高校クニオくん、ドッジボール部が発売された。こちらに登場する各国の選手は本作に登場しているものが多く、グラフィックも共通している。2020年12月18日に、スーパーファミコン、ニンテンドースイッチオンラインで配信された。概要、ファミコン、FC、版、熱血高校ドッジボール部を、スーパーファミコン、SFC にて、リニューアルした作品。プレイヤーはドッジボールのチームを結成して、世界各国のチームを破り、世界一を目指す。通常のドッジボールと違い、うちの選手はボールを当てられても、ダメージを受けるだけでアウトにならず、体力が0になることで、脱落、昇天、し、相手チームの全て脳機能、脱落させることで勝利となる点もそれまでの、シリーズと同じである。リニューアルにあたって、ダウンタウンシリーズの流れも、多く取り入れられ、様々なパワーアップが施された。
見、ゴーグル侍。意見、総プレイ時間、プレイ時間は現在約2時間です。スーパーファミコン、ニンテンドースイッチオンラインで、プレイ、良い点、今作では主人公の国を2、加えて前作、熱地高校ドッジボールで、では敵対していた最大の、親友でもありライバルでもある力だけでなく雄一、雄二のダブルドラゴン兄弟、古代、ゴーダをはじめとする、ダウンタウン熱地物語、の、キャラが一斉に登場して、一気に賑やかになった点。今作では選手を育成できるといったように、自由度の高いゲームとなった点。選手の育成だけにとどまらず2つの必殺シュートを合成することで、新たな自分だけの必殺シュートを生み出すことが可能になった点。前作よりも対戦チームが増加しただけでなく各国のステージで様々なギミックが仕掛けられているのが楽しい点。コンフィグで対戦チームの強さだけでなく蒸気で上げたギミックのオンオフといったように細かく設定することができる点。BGM が前作のアレンジと言い新たに追加されたもしくは変更された曲と井戸の曲も聴き応えがあって素晴らしい点。特に前作で一番印象に残ったソ連、ゲンドシアの BGM、原曲カチューシャ、ハーレンジを加えたことでさらに進化しています。悪い点、ハードがスーファミに移ったこともあって、熱地高校ドッジボールで、と比べて操作が煩雑になったので、操作に慣れるまでに時間がかかる点。確かに自由度は高くなったものの、自由度が高すぎるあまり何をすればよいのかわからなくなる時がある点。国尾の親友、ヒロシをはじめとする熱地高校ドッジボールでの、キャラが一切登場していなかったのが、寂しく感じました。熱地高校ドッジボールで、では体力が、低いものの防御力が、高いのが特徴的だったインドチームでしたが、今作ではそこまで強くなくて、簡単に倒せてしまうのが、拍子抜けでした。どちらかといえば、足下を取られやすい池の、方が脅威だったと思います。総合評価、このゲームはファミコンでリリースされた、熱地高校ドッジボールで、の、進化版とも言えるゲームで、今作では選手の育成要素があると、言ったように自由度の高いゲームとなっています。それだけでなく、今作では2つの必殺シュートを合成することによって新たに、自分だけの必殺シュートを生み出せるようになったことも、含めてさらに戦略性のあるプレイが、できるようになりました。ただし確かに自由度は高くなったものの、自由度が高すぎるあまり何を、すればよいのかわからなくなる時がありましたが、ハードがスーファミに移ったことで、煩雑になった操作性も、含めてプレイしていくうちに、慣れてきますので攻略サイトや、攻略動画を見て研究しながらプレイを、進めていくことにします。たかし、意見。子供の頃すごく好きだった印象なんですけど、最近スイッチで配信されてて、久々に遊んでみました。そしたらなんかゲームバランスおかしくないかなこれ？安いアイテム使ってどんどんパワーアップできるし、数時間遊んだだけで、一回のシュートで敵を全滅できるほどになってしまう。確かにめちゃくちゃにできるのは、楽しいのですが、長く遊ぶには向かないゲームに、思いました。村人、意見。ファミコン版よりチームが増えて、グラフィックも良くなったが、効果音はファミコン版の方が気持ちよく、普通のシュートで敵があまり吹っ飛ばなくなったのは、爽快感が減っていまいちだと感じた。また、ステージギミックはオフにできるが、オンにすると邪魔すぎて試合にならないのも面白くないと思った。メタル大吟醸。意見、たまに誤操作で赤 X を押してしまうとできません。出てますダブル。私はチームプレイのやり込みができていないのでよくわかりませんが、トーテムポールみたいに4人重なったり、肩を組んだり尺取りになったり、マントか色々あるみたいですが、音楽は他の方も書かれている通り、好みに分かれるとは思いますが、お国柄が出ていていいです。個人的にはロシアのカチューシャと、ドイツのバロック風の音楽がいいですね。ブラジルステージもアップテンポでいいですが、地形が悪すぎ、全面プール、でクリアに時間がかかるのであまり効きませんね。エルフお兄さん、意見。自分でチームを作って各国代表と、戦うドッジボールゲーム。ステージごとに細かくギミックが、用意されてるんだよね。その仕掛けにはまると、国を君たちが吹っ飛んだりする。ドッジボール全然関係なくなってる理不尽さが、面白い。
アイテムや必殺技を買って、キャラを育てるのも楽しい。でも一番の醍醐味は、キャッチした時の、楽しさ。実際のドッジボールもそうなんだけど、やっとキャッチできると嬉しいんだよね。童心に帰れるゲームだと、思います。総合音楽会今朝はアテナ作者意見。ドッジボール特有の攻守の、切り替わりの速さが流行って、テンポが良くて面白いです。攻めたと思ったらすぐ守りという感じです。オリジナルシュートを作るのがたまらなく、面白い。BGM も良いものと悪いものもありますが、ロシアチームのカチューシャ、早いものです。めちゃぶつけ対戦はコート無用の、ドッジボールという感じで面白いです。別のスポーツかも、コートごとのギミック差が激しいのは、ご愛嬌。これの正当続編が出ないか、期待しています。無理か。We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.